皆さんこんにちは。ゆっくり魔理沙だせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回はまず最初に足利家を攻略するぜ。室町幕府もこれで終わりよのう。ではこれより足利家を討伐する。それでは参る。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。そして絶賛クルボッコ中。平手が巨砲に惑わされたか。あとは残りの部隊で削るでおじゃる。なに、罠だと。己こしゃくな真似を。まあ良いわ、数の上ではこちらが有利よ。喜んでいられるのも今のうちでおじゃる。よし、城門を破壊したぜ。さてさて、本丸が先か全滅が先か。どちらにせよ時間の問題だぜ。さようであるな。ここでまた挑発だ。よしよし、出てくるでおじゃるぞ。ではまた囲んで削るか。さようであるな。さあ最後の舞台だ。これで終わりにするぜ。異彩承知。これで我らの勝利だ。お見事にござる。では足利家の処遇だ。足利よしてるよ。その首しばらく預けておくわ。これで足利家も将軍家ではなくなったな。やはり剣の腕と祭りごとは別物でおじゃったな。さて次は六角家だ。なんと、六角家は我らに従属しているはずでは？それよ、キャツラ、我らの直臣になろうとせぬ。よって滅ぼす。なるほど、ならば仰せのままに。ではこれより六角家を討伐する。それでは参る。いざ、観音寺。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。二回目ともなるとたやすいでおじゃるな。このままの勢いで攻め立てるぜ。異彩承知。さて挑発からのフルボッコだぜ。良いにござる。舞台を殲滅、そしてまた挑発だ。ザキカキ勝利の方程式でおじゃるな。さて、だいぶ敵兵力を片付けたぜ。城門の方もあと少しでおじゃる。城門が先だったな。さようであるな。では六角家の処遇だぜ。六角義方に塩賜る。これで六角家も滅亡だ。六角家も他愛なし。うん、大内家の当主が寿命か。なになに、後継ぎは吉見正頼とな。ああ、大内義隆の姉をめとった御仁か。さようであるか。うむ、義弘もついに元服か。天才丸よ、期待しておるぞよ。さて、次に足利家の城主を願いらせてっと。かかか、従属したからといって手は抜かぬぞ。そしてザキカキ出陣、目指すは本願寺よ。そろそろ本願寺も御田のもとに旅立つか。そして忠勝にも従軍してもらうぜ。おお、忠勝がおれば百人力でおじゃるな。これでよしっと。なにここに来て吉明が謀反だと。おのれえ、吉明。やれやれ、面倒なことになったぜ。この裏見晴らさでおくべきか。怖えよ、何かが乗り移ったのか。ちょうどマタロウが乗り移ったでおじゃる。マタロウが来る、おっさんがいるぞ。そんなことよりどうすんだよこれ。無論、このまま捨ておくわけにはいかぬ。当然でおじゃる。まあ手は考えてある。しばし待て。ぐぬぬ、良いにござる。
とりあえずは本願寺を滅ぼすのが先だぜ。己義昭、本願寺の次はお前ぞ。ではこれより本願寺家を討伐する。それでは参る。いざ、石山御坊。ただいま、絶賛城攻め中だぜ。ふん、生臭坊主め、血の匂いを嗅ぎつけてきたか。そんな坊主には仏罰を与えねばな。おお、いつもの挑発でおじゃるな。よし、出てきたところをフルボッコだぜ。異彩承知。さてお次は巨峰だ。さあさあ惑わされるがよいわ。あれ？全員引っかかってる？これはこれでいいんじゃね？そうだな。じゃあ今のうちに縄文を破壊してしまうぜ。でもこういう時に限って罠とかあるんだよね。俺、この戦いが終わったら結婚するんだ、みたいなフラグやめろ。待てクリリン、俺にやらせてくれ。それはヤムチャの死亡フラグ。あー。だから言っただろ、何考えてんだ。これは孔明の罠だ。こやつにははは、ってなるかバカ。出た、乗りツッコミ。いいからとりあえずこの場を切り抜けるぞ。御意にござる。さて、あれから挑発しまくってここまで来たぜ。だいぶ敵兵力を削ったね。もうフラグ立てんじゃねえぞ。おお、縄文を破壊したでおじゃる。よし、残りも削ってやるぜ。御意にござる。どれどれ、この挑発で終わりかな。相手はすでに死にたい、囲めばすぐでおじゃる。よし、我らの勝利だ。お見事にござる。では本願寺家の処遇だ。本願寺権に死を賜る。これで本願寺家も滅亡だ。本願寺家も他愛なし。さてお次は謀反人、義昭の処遇だぜ。それよ、早速兵を集め逆進義昭を撃つべし。待て待て、ここは逆進にふさわしい結末を与えてやるぜ。やや、この者たちは？ザキカキクロ装束よ。ダメじゃん。さすがは義昭よ。だが次はどうかな？おお、まだいるでおじゃるか。S クラスは他にもいるぜ。さようであるか。あれー、またダメだったよ。まだまだ、これからだぜ。おお、傷を負わせたでおじゃる。義昭よ、次で終わりぞ。観念せい。逆進義昭暗殺、お見事にござる。裏切り者には死、あるのみ。逆進を暗殺した後に飲む茶もまた格別。それでは武将を見てみよう。お、鈴木や真田がいるでおじゃるぞ。だいぶ層も厚くなってきたぜ。さようであるな。でもそうなるとインフレになるぜ。もうインフレを心配するところまで来たでおじゃるな。それでは勢力図を見てみよう。今回は足利家従属、六角家と本願寺家を滅ぼせたわね。それに義昭を暗殺したぜ。知れ者にふさわしい最後でおじゃった。あとはもう大内家を継いだ吉見家が最後になるだろう。九州と中国はケツラが制しているか。だな。そろそろ中国、四国と切り込んでやるぜ。御意にござる。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次はどこまで切り込めるか？次回もこうご期待。それではご視聴。ありがとうございました。